ガートルード・ジーキルは、イギリスの演芸家、作庭家、他画家、工芸家、著実家としても活躍。ウィリアム・モリスらのアーツクラフト運動に共鳴し、美術工芸家として出発、後、目を患ずらってからは、演芸の世界をも手がけた。19世紀から20世紀にかけて、英国でアマチュアの演芸作家として活躍。植物を、形や質感、 そして色彩によって配置する策定手法を編み出した先駆とされる。なお、バラの名前にも彼女の名があるが、ガートルード・ジキル、ガートルード・ジキルなどの日本語表記がよく使用されている。1843年、ロンドンの名家ので、半世の内前半期は画家として活動した後ジョン・ラスキンの思想的影響を受けて工芸について造形を深め、美術工芸方面へ、 数々の作品を手掛け立ていたが、眼病を発生させ工芸家活動は中断する。その一方で若い頃から、アマチュアの園芸作家として、ガーデニングガーデンデザインをいくつか手掛けていく。こうして、ご反省は、色彩重視の植栽設計で著名なガーデンデザイナーとして活躍、またガーデンデザインを手掛ける傍ら、園芸に関する著作についてもいくつか手掛けている。 1880年代に当時雑誌編集者であったウィリアム・ロビンソンと交友し、従来のイギリス風景式庭園よりも、より自然風の植栽と自生植物を生かした庭作りを提唱していく。やがて建築方面にも、進出、1890年頃に、自定マンステッドウッドの建築設計を依頼した、建築家のエドウィン・ラッチェンスと共に活躍。 彼の設計する成形式とロビンソン流の自然式の庭園との融合発展に努め、コテージガーデンなどに代表されるガーデニング手法の源流を手掛けていくことになる。1932年89歳で没する。ジーキルは植物の学名で命名者を示す場合に、ガートルード・ジーキルを示すのに使われる。ありがとうございます。